皆さんどうもこんにちは、長木の坂の島崎優斗です。引っ越しします。5年ぐらいこの家お世話になりまして、もう皆さんこの家ねだいぶ見られてると思うんですけど、すでに新居の方には工事の関係でとか行ったりはしてたんですけど、楽器をまず運んでから他のものを運ぼうということで、強力な助っ人が来てくれました。こちらの方でーす。どうもー元東京バガジペディア高橋宏がうちに来てくれました。ありがとう。今日は宏と一緒に楽器運びたいと思います。こちらが新しく楽器部屋になる予定のところです。前よりはねちょっと狭いんですけど、前の家の場合ちょっと机とかも置いてたので、それがなくなって楽器置けるかなという形です。でこっち側が収納になってるので、この中にねいろんな打楽器また詰め込んでいきたいと思います。はい、では新居の方で組み立て開始したいと思います。オッケー。一曲目。楽器類全部運び終わりました。床にさバラバラしてるこの辺をいけるだけこの上にやりたいのよ。一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。収納できました。カホンとかドラムのペダルとか入ってて、下がもうほぼドラムセットなんですけど、手前はジャンベとかトラベルコンガとかで、下がね結構収納いろいろあるんですけど、なんか YouTuber グッズをとりあえず放り込んどいて、奥の方が収納スペースめちゃくちゃいっぱいあるんで、そこにキャスター付きの小物ボックスとか入れて、最終的に整理したいと思います。じゃあここからですね、ネオリアコオロギさんへ向かいたいと思います。ヒロシ、ここまでついてきていただいてありがとうございます。そうだよね。ヒロシたまたま今日ここで練習の予約を、ここ、この部屋、この部屋ですじゃあこれを我が家まで持っていきます。ステップワゴンにぴったり乗りました。ありがとうございました。ここでヒロシとお別れです。さよなら。さよなら。練習頑張ってね。ありがとうございます。何の曲やんの。チャルダッシュです。頑張ってください。大変です。はい、ここでせっかくネオリアコオロギさん来たので、ちょっとね生徒用のマレット試してみたくて、ちょっといくつか試奏してから、購入して帰りたいと思います。いやー、なんだかんだですね5万円以上買いました。ここからうちにビブラフォンを置きに、ヒロシなしで行きたいと思います。ビブラフォンですね。今中に入れてるんですけど、見てください。この部屋の扉がね、普通だと入んなくて、鍵盤とパイプだけ分解して、縦にして、ようやく入りました。これを横向きにして、パイプと鍵盤入れていきます。ビブラフォン完成しました。いいね。ね、今日実は初だよね。初。僕とヒロシがね、楽器運んでて、その間ね、家の方で段ボールの整理とかしてもらったんですけど、で、これからここが、まあ、レッスンもそうだし、まあ、撮影の部屋にもなります。で、あとさ、さっきさ、光がね、結構マリンバとかに当たっちゃうから、あ、小窓ね。そう、小窓防ぐやつ、そう、上と下両方。カフェカーテンつけるか、今。カフェカーテンっていうの？あ、ね、そうそう。おー、ちょっと明日買いに行こう。うん、収納見てよ。でねー。良きじゃない。で、上に全部ドラム乗ってジャンベも乗って、あ、すごいね、よく頑張ったね、これでしょ。良きね。じゃあちょっと残り作業やっちゃいましょう。というわけで、ここの棚のところはもう全部取り終わりまして、残ってるのがね、こっち、大量の楽譜、そして大量のカービィ、あとミカエルがなどに埋まってるけどあとこういう小物系ちょこちょこありましたね。これ教授にやっちゃおう。はい、というわけで全部の楽器とそれから細々したものですね、今日は1日目運び終わりまして、他にもですね、いろんな業者さん来ていただきました。はい、まずはこちらエアコン設置ということでね、ここレッスン室兼、まあ、撮影部屋にするので、まあ早急にエアコンつけようということで今日業者の方に来ていただきました。あとはニューロ光インターネット回線の業者も来ていただきました。
で、あとガス、電気も通ったので、物運んで他の部屋の配置考えるだけ。明日も引き続き頑張ります。さあ、というわけで今夜の7時半です。ここまでずーっと作業してましたが、まだまだだねー2日目どうぞ。2日目の朝9時です。業者は明日頼んでるので、今日のうちに先に運びたい段ボールとか、あと残ったなんか細かい楽器類とか、その辺をね運んでいきたいと思います。さて、こちら玄関でございます。東京パーカッシュプレイヤーメンバー福井咲の等身大顔面パネル置いてありますこれはですね、昨日ネオリオコオロギさんから、預かっているんですけども、妻がですね、今日この後うちもう一回来ますので、その時に玄関開けてすぐにこれがあったらどんなリアクションをするのか、ドッキリやってみたいと思います。福井さん、いえいえ、いいね、どうぞ。なんだと思う？え、本当にわかんない。後ろ見て。え、何これ？ちょっとびっくりしたんだけど。福井咲の等身大顔面パネルでございます。なんでこんなのうちであんの？いや、コオロギさんが引っ越ししたら新居に持ってってくださいよって。なんでや？あの、実はあと3枚ありまして、あのこれを島崎家の新居に4枚いろんな部屋に飾ってくださいねっていう。はい、1枚でいいわ。1枚飾んのじゃあ島崎ゆきさん、このパネルうちで引き取りますか、引き取りませんか？引き取らねえわじゃあ引っ越し引き続き頑張りましょう。これ面白かった。174あいで。いや、ちょっと邪魔すんじゃねえ。やりたくなっちゃった。で、ここはめちゃくちゃ、ここ立てるかな。え、あ、俺が、あ、お、すげえ、ここの立って170ぐらいある。俺立っても平気だから170はあるよ。まあ、とにかくこのサイズでキャスター買ってきて、うん、そうだね、小物とか、うんうん、この中でこうゴロゴロってできるやつ買ってくるから、うんうんうん、いいと思う。やりたい。なんだよ。ネオリオコオロギさん、お返しに上がります。先ごめんはい、というわけでニトリにやってきました。お、違う、いろいろ、お、どうぞ。おー、びっくりした。さあ、収納ケースをですね、1個ニトリで買ってきたので、奥の方から取り出しやすいキャスター付きなので。うわ、パーツめちゃくちゃあるじゃん。よし、おお、できた。タンバリンとかは十分入るでしょ。で、こっちにもスペースあるぐらい。さあ、これがどんな感じで入るのかというと、こうしてレッツゴー。一番奥にいると若干ね、出っ張りに突っかかるけど、置こうと思ったらで3個置けるのか。これに物がどういう感じで入るか次第で、あと2個買っても良さそうですね。あの、余裕なのか、そんなにないな。そんなに考えなくても全部入りそうだな。お、待って、ボンゴ入んない。え、ボンゴ入ったら天才なんだけど。ボン、カーテンをすごいシンプルなやつにしました。あの、グレーのちょっとキラキラしたような感じ。さあ、2日目最後です。こちらがですね、屋根裏部屋になるんですけども、 YouTube で使っているもの、ちょっとなんか面白グッズみたいなものは、あー、こちらに保管しておいて、反対、ダーンということですね、こちらカービーハウスにさせていただきたいと思います。現在11時半で、後ろにもうあの荷物をですね、こまごま積んでおります。で、なんで今回こんなに自分でこまめにね、物を移動するのかと。まあ、まず、楽器があるっていうこと。なかなかですね、引っ越しの業者さんに、ちょっと楽器の運搬とかね、頼むのが、
まあ、ちょっと難しいかなと、まあ、特に打楽器の大型楽器マリンバビブラフォンなんかはもちろんですけど、あと小物楽器もねどこ持ったらいいかとか結構気にされる方多いですし、まあまず楽器は全部持っていきましょうと。あ、さらにあの細々したこういった家具なんですけど、見積もり取っていただいたらその積み切りプランみたいなのがあって、要は、2トントラックに、まあ、大型家電とあとその他乗れるだけ乗せるまでだったら、この金額ですよっていう形で、今回あのエアコンのですね取り付けとかも含めてなんと6万円なんですよ。ということで、大型家電とかでかい段ボール以外はもう全部自分で運ぼうわという形になりました。こちら福井先の等身大パネル返しに行きたいと思います。あ、お疲れ様です。あのこちらをお返しに。はい、すいません。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、すげー。やっと。マジですごいね。ありがとうございます。はい、というわけで全部物が履けました。なんかねすごい変な感じ。押し入れの楽器も全部なくなって、でこの棚とかは粗大ゴミです。さあ、これでですね全部業者さんが段ボールとか運んでいただいて、大型家電も運んでいただいて、新しいうちに全部揃ったんですけども、ここで問題が発生いたしました。冷蔵庫が入らない。後日ですねクレーンで吊り上げるという作業をしていただくことになりました。ここでですねちょっと楽器部屋のものも、あと段ボール運んでちょっと増えちゃいました。楽譜とかね、ね、今から片付けに入りたいと思います。はい、というわけで30分ほど片付けしまして、まあ大体綺麗になりました。で、まだね窓のカフェカーテン買ってないので、これを明日付けようと思います。で、キーボードはレッスンで実際使うので、ちょっと今日ねあのキーボードスタンドを生徒に貸し出しちゃってるのでないんですけども、これ実際組み上がってで、今ビブラフォンがある位置ぐらいのところにあって、ビブラフォンがもうちょっとこっちに来ます。で、ここがねどうしてもこうラックとかもうちょい収納袋がないと収納できないものなので、どこにしまうか飾るかちょっと考えたいと思います。で、この辺がだいぶ楽器が収納できてきました。で、まだこの奥がねめちゃめちゃ空いてるんですよ。こことかもうちょっと上がねデッドスペースなんで、どうにかしたいなと思います。まもなく11時です。諦めて飲みます。一応ね、3日間休み取ったんですよ。まあさすがにがっつり楽器とかね、運んで片付けした後、しんどいかなと思って、明日も、ちょっと仕事あるんですけど、まあ作業できるぐらいの時間は取ってありますので、明日収納とか楽器部屋のですね、あれこれを全て終わらせて終了としたいと思います。終わるといいな。乾杯。ニトリで爆買い中でございます。4日目、1時間1分勝負できます。はい、ラストの楽譜。あれ？入るか？あ！あ、ちょっと待って。ダメじゃん。楽譜って大きさまちまちだからな、意外と。これ行こう。さあ、ちょうど1時間ぐらいかな。完成しました。こちら壁こんな感じになってますね。今まで銀のだってねあんまり目立たないところ目立ったので、もう扉入ってすぐ、そして隣がこちらハービーの時計です。ありがとうございます。あとこういうね、あの角川さんから出させていただいた CD とか、あとレッスンで使ってるこういうホワイトボードとか、こちらもオンラインコミュニティで使ってるホワイトボードで、収納がねこんな感じ。もう奥までずらーっとキャスター付きので、引き出せばとりあえず出せるという感じにしてます。ちょっとミカエルここにですね埋まってます。明日からレッスンできるわ。あ、撮影もできるわ。それではここで妻に見ていただきたいと思います。どうぞー。
めっちゃいいじゃん。クリートに似合わず、かわいい。これかわいいよね。ここね。ここね。あ、楽譜すごい。でもこれ全部ね、コロコロコロって取り出せるの。あ、これすごいわ。いいっしょ。へー。そうなんです、ありがとうございます。ねえ、こっからここがレッスン室だから。へえ、かわいいわ。ねえ、オッケー、終わりました、ありがとうございました。あ、よく考えたわこれは。それでは本日は新しい楽器部屋ができるまでということで、長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。こっからはもうレッスンとかしながら、あるいは撮影とかしながら、この部屋を仕事に、音楽に適した部屋になるようにですね、徐々に徐々に作っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。そしてこれから撮影はほぼ全てこの部屋で行うことになると思います。今後とも島崎ゆうとチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは、打楽器演奏家の島崎ゆうとでした。さよなら。